はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。バーベキューで普通に肉焼くのもいいですが、一手間加えて料理するのも面白いです。今回はフレンチラムラックを使って香草パン粉焼きを作ります。一手間加えることでいつものラムがより美味しくなります。それでは早速やっていきましょう。これがフレンチラムラックです。肩ロースとロース部分の骨付き肉です。まずは骨の内側についた膜を処理します。油が苦手な方は油も適度に削って処理してください。ラムとは生後12ヶ月以下の子羊のことで、それよりも年を取った羊は日本ではマトンと呼ばれています。インド、パキスタン、バングラデシュなど南アジアの地域ではヤギ肉をマトンと呼ぶこともあるみたいです。通常ラムラックと言われるものはさらに背骨がついた状態です。背骨が取り除かれた状態のものをフレンチラックとかフレンチラムラックと呼んでいます。このフレンチラムラックを切り分けたものがラムチョップです。ラムチョップの状態はジンギスカンとかでも見かけることが多いですよね。せっかくなので塊で焼きましょう。下味をつけます。全体にオリーブオイルを塗って塩コショウをすり込みます。一旦グリルで下焼きします。両面に焼き目がつくくらいに焼いていきます。中まで火が通らなくても大丈夫です。焼き目がついたら一旦グリルから取り出しておきましょう。次に衣を作ります。まずはミントをみじん切りにします。同じようにイタリアンパセリとタイムもみじん切りにします。最後にニンニクもみじん切りにします。ボウルに先ほどみじん切りにした材料を入れ、パン粉とオリーブオイルを入れてよくかき混ぜます。以上で衣の準備は終了です。下焼きしたお肉にディジョンマスタードを塗ります。そこに先ほど作った衣をつけていきます。全体に均等に衣をつけましょう。衣がつけ終わったら200度くらいで30分グリルで焼いていきます。こんな感じで立てておくと衣が剥がれづらいです。油が落ちて火が上がらないように真ん中にアルミの器とかを置いておくと失敗しません。衣の色が変わって全体にカリッとすれば焼きは終了です。グリルから出してアルミで巻いて余熱で中に火を通します。以上でフレンチラックの香草焼きの完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は粉ビールのハナレイ IPA を飲んでみます。ハワイの伝統的なフルーツのパッションフルーツ、オレンジ、ガバを使ったフルーツビールです。グラスに注いでいる時からフルーティーでトロピカルな香りがします。味も想像していたよりトロピカルでジューシーです。甘みと酸味のバランスが良く、しっかりと苦味もあり飲みやすいです。甘ったるさはなくドライな印象です。女性にも好まれそうな飲みやすいビールですね。それではフレンチラックの香草パン粉焼きを食べています。まずは切り分けていきましょう。かなりいい感じの焼け具合です。衣はカリッとしていて中はとてもジューシーに仕上がっています。香草の香りとディジョンマスタードのほのかな酸味がよく合います。これはお酒が進むやつですね。ラムの臭みも全くなく、とても食べやすいです。意外とラムが苦手な人っていますよね。そのまま焼いて食べるよりもこうやって衣をつけて焼いてある方がとても食べやすい気がします。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。フレンチラムラックの仕込みいかがでしたか？もし羊の美味しい料理とかあればぜひコメントで教えてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。